足をついた犬山駅ってことでね、犬山市の玄関駅ですね。まあ、ここもでかい駅なんですけど、この駅はここから、新運河じゃなくて新上の方に行くのか、乗り場は5番線なんですけど、結構どこから行くのか分かりやすいかな。三大線の列車は小牧方面の普通平安道、そのまま平安道寺にまた戻ってくるんですけど、こんな感じです。こっからね、岐阜の方に行く列車やが、これは、あ、これが新幹線やった。で、あとはね、豊橋方面に行くやつですよ。で、小牧から名古屋方面に行くやつとかも、3方向に、まあ、バラッバラバラッバラに入ってくるんで、いろんな電車がね、こっちから3方向に3分岐してくってね、結構変わってきてはいますよね。これは新幹線方面から入ってきたのかな。で、3面6線ね、あるっていう大きい駅ですね。ですから方面、これ岐阜方面とかばっかしですけどね、あちこちに来るんですね。こっちになってくる、こっちからはまた逆になってるんですかね。なんかね、名古屋、上山に停車していい、新カニは1時間4本か。そう、カニまではいいんだよな。そう、新カニまではいいんだ。問題はそっから先なんだよな。5番乗り場よりもこれからかな。かこれいつも来ないけど、でもここはね、端っこじゃないから、あ、ここです。マスクを着用していただきます。帰宅時などの協力もお願いいたします。